というわけでね、もうここは本当どうでもよくて、てかもう空気がおかしいんです今日。ピリッとしてますね。なんかカーペットまでレッドカーペットまで用意してあるっていう。これなら用意しなかった方がいいんじゃないかなと思ってます本当に。いやいや、お靴が汚れた。こんな一畳サイズのあるんですか。さあ今回はマジでマジでやっべえ大物ムフフさんだぜ。大物ゲスト。この番組ってそういうのよくあるじゃないですか。持ち上げて持ち上げて持ち上げて切ったねばばが出てくるとか。ね、大丈夫ですか。まあでもあのいくら言ってもまあそう信じてもらえないと思うので、はい、まずじゃあスペックを、はい、上から88、59、85、E カップでございます。あのさっきからずっとそっちチラチラ見んのやめてもらって呼ぶんで呼ぶんで。そうですね、はい、そうか、あ88の74の85は登場か。それは登場です。74です。74です。うーって72になりましたね。へっこんでも2センチしか減らなかった。というわけでご紹介しましょう、はい、畑野由依さん。こんにちは、畑野由依です。ました。めっちゃ歩きにくそうでしたけど。汚れちゃった。もう向こうにいるから匂いがふわー来てない。本当にめっちゃいい匂いする。確かに、ね、はるちゃんの、ね、匂いってね、いつもこの匂いなの。うそ、うん、バニラの匂いです。うん、うん、ちょっと待ってください、はたちゃん。はたちゃんって呼んでるし、なるちゃんって呼ばれる。はたちゃん、なるちゃん、はい、薄い壁ぐらいですね。あ連絡先は交換しちゃってるけど、 あんまりプライベートでは連絡取り合わないぐらい。1年に1回 LINE するかな、しないかなくらい。そうだね、うん、いいですかこんな番組。いやいや、ずっと出たかったんですごい嬉しいです。いやもうやだね。ちょっと紹介してくださいよ。まあ宮田知ってると思うんですけど、はい、あまあうちらはあの同じユニットのメンバーなんですけど。ミーム、ミーム、はい、そう言えたじゃないか。初めて言いましたね。ミームって今まで言ってたから。ミーム、そう、ミーム、ミームですよね。まあ私が抜けた後に入ってくれた。あ、そうですね、はいはい、だから被ってはないんですけど、うん、そして2014年 DMM 年間ムフフ女優ランキング1位。中国を中心に世界でも大人気のムフフ女優さんで、台湾のですねスイカとかパスモみたいなカードに、なったんですよ。はい、なりました。畑野由依バージョンができて、はい、もう速乾。すごくないですか。私スイカなったことないもん。ちょっと最近で言うと東京駅がデザインされたみたいな。そのイメージすごい強いです。もう東京駅と同レベル。あ、そうですね、はい。やばいじゃないですか。東京駅と畑野がっつったら。そうなんですよ、すごいじゃないですか。もうだから中国圏とか台湾とかではもうすごい人気で、はい、でリン・チーリンさんに似てるっていう、はい、ちょっとっていう方がいるらしいです。すごい綺麗な方で、はい、中国のツイッターバイドゥではフォロワーなんて1000万人。え、そんなにいましたっけ。そんなにいんの。え、わかんない。嘘が入ってます。あ、嘘が。1000万人ってレディーガガとかそういうレベルですよね。確かに。そんなんいませんよ。まあでもそんな、あのプチ情報なんですけど、はい、あの数少ない同期なんですよ。あ、そうなんです、同期です。私とヒビアンと、はい、ハタちゃんが、うん、俺の周り本当多いですよ、ファンが。本当ですか。でも自慢します、ね、実物の方が全然良かった。え、嬉しい。ちょっとレギュラーにしてください。おい、ちょっとちょっとちょっと。いや、まあまあそう言ってあげるんだ、違うの用意しますよ。違うの。あ、何でもないです。いや、何でもないです。私も違うの出して。